ポンチャスタートセガサミーフェニックス大吾ひろし。チームの空気をたった一戦で塗り替えた初トップ。2024年はあの感動をさらに届けてくれることでしょう。逆転を狙うフェニックスの柱として勝利を誓います。なんちゃスタート EX 風林火山勝又健二。トップ率は驚異の 50% 超え。仲間の苦しみを帳消しにする大活躍。軍師の一騎当選の大立ち回りを軸に据えて風林火山の進軍はまだまだ続きます。シャーチャスタートコナミ麻雀ファイトクラブ佐々木久人。12月12日以来少し久しぶりに戦いの場へと姿を現した魔王様。肩は存分に温まりきっています。冬の空気まで沸騰させるような圧勝劇を今宵ご覧に入れましょう。ペーチャスタート渋谷アベマズ日向愛子。じりじりとした展開の中チームを麻雀面でも精神面でもずっと支えてきました。新年を迎え大きな勝利も欲しいところ。ここぞという時の攻めにも注目です。さあ何の2曲の1本は勝又の親番となります。ドラは G1。 さあトップ目の勝又の手牌こちらです。マンズで一メンツドランコ来たよ。何度目の見せ場だ久人、これは決めたい。いや本当ですね、何度目の見せ場です。本当に手めちゃくちゃ入ってるんですよ、いろんな意味で見せ場があった。大吾さんも手めちゃくちゃ入ってるのよ。不思議ですね。不思議ですね。勝又の最高打点は6400は7000、あ違う2600オールだ。まあ、でもなんかどっちも満貫クラスではあるけど満貫ではないっていうね。うあーチートイツか。勝又はチートイツ。赤赤の大吾形もいいです。一応イーシャンテン、一応って言いたくなるイーシャンテンですね。でもねペンチーソーでも行くと思いますよ。先生リーチなら赤赤は行くと思いますね。そしてドラさんの久人もこれでイーシャンテンです。あごめんなさい、あダイゴさんか、ダイゴさん、そうペンチーソー行く微妙っすね人によるですね、このあたりは。すみません人によりましたね。そして残り1枚だったのもついた、うん、いや一目つあるのが大きかったと思います。最後親番落ちてしまいましたが勝又との 19,500 点差、まだまだ終える点差です。おー天敗リーチだね。天敗リーチ、久人はリーチ、カンウーピン刻んだ方4山です。はい、手牌を見ても4山です。ちなみに引き算打法とは久人選手考案の手牌に何枚出ているかだけを考える引き算打法。はい、引き算打法だとは何だろうと、うん、麻雀用語の上にね用語解説出るんですけど、これは出ません。はい、麻雀用語解ではないというか、ちささが決めてるねやつなんで、うん。でも大事ですよね。迷った時はシンプルに引き算して見えてない方で受けるとかもねあるんですけど、今回はもうあの、ね、選択とかでもなく、はい、よし4枚切れてないな。リーチだという感じですね。これは本当にその通りですよね、うん、切れてる牌っていうのは上がれないんで、もうあの場に切れちゃったら枚数は減るんですけど、切れてなければ上がれる可能性っていうのもマージャンにはあるんで。超チャンス手をもらったのに先を越されてしまった大吾、これはテンション下がる。大吾さんこういうドラがチーマの時のパーマンは絶対先打つされるよねって思ってるんで、9万打つのすごい嫌がってるんですよ、うん、なんで9層になりましたね、はい。ここで放銃しちゃうと上がれば2着もあるじゃないですか、はい、放銃すると2着も遠のくかつ4着になるっていうので、はい、非常に押し引きが難しい局面ですね、うん、赤赤ですが、あ9万でもな、押したところでなんですよね。3ピンかパーピンなんで、何もない。ローソーが3枚切れたらワンチャンス、はい、シャンポンはパーソーの方がありそうですもんね、はい、なのでチーソーから。さあウーピンがどこに行くのか、まだ山に4枚残っているぞ。ハネマンもあるってことですよね。赤ウーピンツボは無条件ハネマンですもんね。ピーチツボドラさん、赤だったら3000、6000から、あれふっつきのいいシャンテンです。復活ある、第5の復活あるか。
いやでも復活の仕方によってはかなり危なくなりますけどね。これだってペンチーマン順からですよ。お隣パーマンも3枚目なんだね。苦しいですね。9万くっつきは相当厳しい。でもパーピンにくっついたら、パーピンじゃない、くっつき方が違う。ウーピン、これは9万打つしかないですね。ちょっと力こもった。いや本当に嫌がってるんですよね。本当に嫌がったんですね。ウーピン1枚吸収しました。ダイゴです。ウーピンが出る未来はある？ある。チーピン引いたらウーピンですですね。パーピンにくっつく、いやなんだ、9ピン引いてもウーピンですね。そうですね、パーピンくっつき特化の方だとウーピンが出てしまう。さあ何、ウーピンなんだけど、これはパーピン切りリーチなんだけど、いきますか。いや行くでしょう。赤3枚集めました。3ピンウーピンは場には1枚も出ていません。引き算だ方行く。いやでもダイゴさんと会話するとだってこれ全然上がれなそうじゃんって言いそうなんだよな。でも行くでしょう。行きました。はい、こちら山に3枚です。いい勝負、いい勝負。3対2になった。ダイゴ3枚、単純にウーピン3ピン分だけ1枚多いという計算ですね。ヒサさん、これウーピンがありすぎたがゆえに全部吸収されて上がられる可能性あるってことですか。怖すぎる。3枚目の吸収なるか。ダイゴは負けなしだ。あ、1枚減ったよ。ウーピンここに来た。出ない出ない、全然出ない。ウーピンが1枚、3ピンも1枚。どうだ、これは痺れる。どんだけぶつかるのよみんなっていうぐらいリーチ合戦がありますね。はい、しかも高打点のぶつかり合い。ドラさん対赤さん。本当だ、ドラさん、今気づいた赤さんに失礼しました。赤さん一番わかりやすい赤さんだった。そりゃ2人がいけないわけだ。赤さんですよ。他の2人の手はもうその残りですから。それはもういけないわ。いけないですよ。守備に徹しましょう。勝又ひなた、いや、久友この追っかけられたのはちょっと肝が冷えているか。実際ウーピンは第5もつま上がれる牌です。ウーピン1枚、3ピン1枚、どうなる。ウーピン、全部吸収した。2000、4000、リーチつも赤赤赤、2000、4000しかないのかこれ。そうですね、思いますけどね。半万くらいの衝撃度ありましたけれども、ね、いやでもこれはやりましたね。大吾3万点台まで来ました。大吾さんにとっては大きな上がりですけど、久里さんにとっては痛すぎるね。これリーチ4山ですよ。大吾が3枚引いちゃった。ありすぎちゃって、ありすぎた。さあ大吾になっちゃった。大吾トップ目見えてきたぞ。何の3曲、魔王はここで来る。8300点持ちからいけるか。ドラはまたチーマンです。いやでもチーマン引けたの。いかがでしたでしょうか。この動画を楽しんでいただけましたら、高評価、チャンネル登録をお願いいたします。またこの曲が見たい等のリクエストもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。